はい、どうも、しょりてぃぃです。はい、本日はですね、皆さんに告知がありまして、動画を回してます。告知がね、今回は4つほどあるんですけども、まず1つ目ちょっとお話していきたいんですけど、12月の26、27、28と、静岡と大阪に行くことになりました。まあ、撮影なんですけど、ゆーぽんチャンネルの2人、クレイジーピーさんというね、山口県にいる YouTuber さんと、静岡にいる、クリラバくん、そして、山口県、ピーさんと同じ YouTuber のリクトっているんですけど、彼らと、まあ、撮影をするってことで、あ、もう一人いました。ワンチャンネルです。ワンチャンネルですね。このワンチャンネルもいるんですけど、まあ、みんなで、まあ、年末撮影をしようということで、僕もその仲間に入れていただいて、撮影しに行きます。で、その日に、夜ご飯食べた後に、まあ、温泉とかどっか行ってからの、もうすぐ移動するんですけど、大阪に移動します。27日に、西中島地区野球場っていうところがあると思うんですよ。多分、新大阪駅の隣の駅の、もう近くかなだと思うんですけど、そこで、ワンちゃん、ゆーぽんチャンネルの2人、クリラバー、リクト、Pさんかと撮影をするんですよね。はい。で、まあ大阪での撮影もすごい楽しみなんですけど、まあそこの場所でも全然来てもらって OK なんで、もうね、なかなかね、俺がこっちの関西だったりあっちの方に地方に行くことまずないので、すごいレアな感じがするんですよ、自分的にも。なんで、まあ、ぜひともね、もうそっちの方でもすごい応援をしてくれる方がたくさんいるというのを知ってるので、この機会にね、お会いできたなと思います。まあ、多分ね、平日なんで27は。仕事だと思うので、学生の方かな。うん。まあ、来れるんであれば来てもらって一緒に野球やりましょう。はい。そしてその後に、夕方ですね、夕方。ちょっとこれ言っちゃまずいかいいかわかんないですけど、まあ、僕だったらいい人ということで、ベースボールランドトモイさんというところ、バッティングセンターと野球ショップがこう併設してるショップさんあると思うんですけど、そこにちょっと取材の方に行かせてもらうことになりまして、そのグランド撮影の後に向かいます。はい。で、そこで撮影をして、まあ近くの、まあ、帰りはもう近くのとあるホテルの方に泊まって、みんなで泊まって、まあ、生配信をしたりとか、まあ普段話せない内容のね、話をね、貴重な話を聞いたりとかのをして、まあ過ごしていく感じになります。はい。で、翌日の28日はもう朝から、まあ、帰るってことで、大阪から、埼玉の方に、入間の方に帰ります。はい。で、埼玉から、静岡から大阪、大阪から、埼玉に帰るんですけども、手段は車で、いつもだったら僕の車で行くんですけど、僕のね、体力のなさがちょっと出まして、ちょっと30になってちょっと体力ないので、地元のね、後輩、ゆーぽんチャンネルのヒロトの車で、今回行くことになりました。はい。もうヒロトはね、もうね、ほぼね、翔平 TV の一員と言ってても過言ではないんですけど、本当出演回数多すぎるんで、本当仲間なんで、で、まあ、2人で行きます。はい。本当にこう、なんか未知の世界で、まあヒロトは会ったことは、ね、ヒロトは一緒にいるんですけど、他のメンバーはほぼ会ったことない人ばっかなんで、まあ、会うのがすごい楽しみってのありますし、まあ、僕なんかをこう、なんか受け入れてくれていることにすごいこう、感謝してます。はい、ありがとうございます。で、まあ、なんで、まあ大阪の人、静岡の人、まあお近く暇な人、時間を持て余してる人は僕や他のメンバーにね、会いに来てほしいなと思います。何かね、そうだ、なんか会いに来てくれた暁に、なんか渡せるものは用意しておきます。こう、渡せるものグッズをこう袋に入れて、なんか準備しておくんで、ちょっと僕を見つけたら、声かけてもらって、なんかこうあげますんで。はい、翔平 TV を探せってやりますんで、はい、ぜひとも来てほしいなと思います。まあね、多分どの、まあ、全部、まあ、着るもの、ね、系は全部その 3L とか 4L とかバッテも XL だったりするんで、まあ、入らない人はしょうがないですけど、まあ、写真とか撮っても全然いいと思いますし、まあ、記念になんかなればと思います。年末の記念に。はい。そしてちょっと話は長くなりましたけど、二つ目の告知なんですけど、2022年1月の3日ですね、千葉県の船橋市にあります、前原スポーツさんで、来店イベントすることになりました。ありがとうございます。はい。来店イベントを千葉県船橋市の前原スポーツさんで行います。はい。
よし、ありがとうございます。いや、前原スポーツさんといえばですね、前回ねキャメルの玉沢の寒玉のねグローブをね、提供してくださいまして、視聴者の皆さんにね告知しました。その前原スポーツさんで、まあ、もう僕らの感謝の気持ちを込めて一日来店をして盛り上げていこうということで、1月3日に前原スポーツさん初売りセールが始まるんですよ。初売りが僕ら行くんですけど、まあ、僕らって言いましたね、僕と良平さん、そして映画が来ます。はい、この3人で、行くので、で時間がですね、まあ、開店時間、まあ、10時だったかな、10時から夜の6時まで8時間ぐらい、お店におりますので、近い方もしくはね野球ショップ巡りとか、野球ショップ巡りが好きな方、そして、まあ、翔平 TV が好きな方、翔平 TV と写真撮りたい方、翔平 TV にちょっと物申してみたい方、両辺になんかグローブのことを聞きたい方、映画に美味しい肉のお店を聞きたい方、僕にね変化球の握りをこう教えてほしい方、何でも OK なんで、ぜひとも千葉県船橋市の前原スポーツさんに来てください。1月3日です。ぜひとも皆さん1月3日にお会いしましょう。はい、本日はですね、翔平 TV ラガーズの試合に来てるんですけど、お相手のブランツさんというチームさんのグローブを紹介したいと思います。はい、でまずお一人目どうぞ。お願いします。お願いします。じゃあ名前お願いします。滝沢です。滝沢さん、はい、お願いします。今回ですね、グローブを紹介してもらってきて、はい、ご自分の自慢のグローブをぜひ紹介してください。はい、高校時代に、はい、作ったローリングスの6のまだローリングスを使った時のローリングスです。ああ、ちょっといいですか。お願、はいします。アシックスが ローリングス作ってた時代、まあ、そうです。このローリングス、これ結構昔ですよね。そうです、ですよね。何年前ぐらいに購入ですか。高校2年なので、ここにね、17、今いくつですか。8、20とかですね。25ですか。じゃあ8年ぐらい、8年ぐらい、8年、じゃあ8年もののグローブということで、外野手用の公式ですか。はい、公式です。公式、これはオーダーですか。オーダーです。オーダー、あ、マジですか。どこをこだわりとして作られましたか。これは一番外野手なんですけど、はい、だけを一番切り詰めて短くして、でこの砂を作っても大丈夫なので、ちょっと雨洗い、あー、なるほどなるほど。なんか誰モデルをこう参考にしたとかあります。なんですか。自己流で。自己流で。そのカラーリングはもうその時の流行りですし。そうだね、自分が単純にその時赤好きだった。赤好きだったですか。7、8年にしてはどうですか。ありがとうございました。僕のグローブはローリングスの内野手用のグローブになります。ローリングス内野手用のグローブ、ああかっこいい。これはやっぱあれですか、既製品ですか。これは既製品になります。既製品ですか。これどちらで購入されました。これはオーソリティで買います。オーソリティで買います。購入、いや、めっちゃ面白いじゃないですか。いや、もうなんかね、一目惚れで。一目惚れで。野球はいつからされます。野球は中学校まで。中学校まで。そっから草野球やり始めた。そうですね、草野球が5年前から。5年前ぐらいかな。あ、なるほど。今ってなんかいろんなグローブのメーカーがあるんですけど、なんか昔はやっぱね少なかったメーカーだったんですが、今すごい増えてて、なんか他にちょっと気になってるグローブありますか。メーカー SSK やっぱり昔からあります、ね、昔からのがいい。なるほど、そうですね。いや本当に昔なんかよくわかんないグローブありまして、あいつが使ってるのキズナっていう、いろいろなんかもう今いろんななんか知らないメーカーが出てくるんで、そういうのをちょっと別のお店行った時にチェックしてもらえると OK です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。グラッツの高橋です。高橋さん、はい、お願いします。体格がめちゃめちゃあ、そうちょっと僕と同じぐらい。いや、一緒にしちゃダメ。僕と同じぐらいですよ。兄弟みたいな。兄弟今回グローブ紹介してほしいですけど、はい、グローバルエリートの、はい、長野瀬さんモデル。長野さんモデル。長野さんモデルです。はい、こちら長野選手モデルのオーダーということで、これはいつ頃ご購入されました。そうですね、2、3年くらい前。3年くらい前。長野さんが憧れてくるんですけど、それともたまたま自分の好きな方が長野方だったんですか。いや、もう
入団当初からチョウさん好きだったんで、やっぱ使うものも、まあ、極力水野にしようかなと思いますけど、ちょっとここだけはそれはしょうがないですね。しょうがないです。ベースはまあ水野で今日行こうかなっていう。あ、なるほど。それをやっぱ統一すると、そうですね。けど超選手モデルの方は全く一緒ですか？なんかこう主張は長瀬とかウェブとか書いたりしたんですか？ここはちょっと変えました。変えました、変えました。カラーリングは黄色個人的にやっぱちょっと今日気になってたんで。ああ、そうなんです、今まで使ってる黒とか、赤っぽい感じのリスクも多かったので、ちょっと今まで使ったことないようにしようと思って、黄色。目立つんですか、このグラウンドで使うんだよ。めちゃめちゃ目立つと思うんですけど。そうそう、結構ちょっと存在感あるよ、ちょっと。ああ、なるほど、なるほど、なるほど、そうですね。ちょっと、緊張してます。リラックス。緊張します、緊張します。緊張します。大丈夫ですか？カメラ前に。カメラ前に。全然。普通会話してるので。今後なんかオーダーする予定はありますか？そうですね。この子まだ使ってんの、まだそんなことないんで。あ、そうなんですか。しばらくこれを使って。使ってちょっと網の広くな、別にちょっと作りたい。ああ、なるほど、そうですね。はい、というわけで今後ともね、このグローブ大事にしてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続きましてお次の方です。お願いします。お名前お願いします。藤森健太です。藤森さん、お願いします。お願いします。お願いします。というわけで今フランツさんの、グローブを紹介させてもらったんですけど、ちょっとグローブ見せてもらっていいですか？はい、こちら。はい、かわい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 い、すいません、グローブなんで。あ、グローブです。顔は、顔はいいですよ。はい、むしろこうしてほしかった。あ、すいません。面白いです、面白いです、面白いです。まあ、こういう感じで、はい、これ、なんというメーカーですか？これ、マックスです。マックス、マックスというメーカー。これはどこで作られてますか？朝霞の方です。朝霞の方、マジですか？ちょっと初めて見ました、マックス。スペシャルオーダーということで。オーダー、オーダーです。これ、おいくらぐらいするんですか？めちゃめちゃ安いじゃん。これはどういうこだわりを持ってオーダーされましたか？これはチームカラーを入れて。あ、チームカラー。チームカラーを入れてます。チームカラーですね。チームカラー何ですか？緑だったら緑入れてます。あ、してます。あとは高校時代から大事にすることが全部一緒。あ、素晴らしい、はい、めちゃめちゃ思いの詰まったグローブで、はい、今のチームのカラーのグローブないですか？まあ、ちなみにちょっとないです。ないですか？はい、後で作ります。後で作ります。このチームの思いとかちょっとまだ来年あたり作ります。まだ来年あたり、はい、OK です。ありがとうございます。これマックスという刻印がここにあるんですけど、これもまだいいですよね。顔マックスですか？顔ちょっと顔マックスこれ面白いですね。面白いです。これも結構大事に、これも面白いですね、はい、このカラー自分で、自分で元々そういうなんか色変えられるんですか？緑のカラーと変えました。あー、チームカラーですか？前のチームから。そうです。あ、そうですよね。これの前のチームから。チームから。ありがとうございます。まだ持ってます。あ、持ってます。なんと、いいですか？次のもう一個のグローブはあるということで、はい、こちらです。はい、じゃあ水のプロですか？いや、グローバルエリートのピッチャー用グローブ。これオーダーではなく、自分3月に前の病院に対処しますし、お会いして、はいはい、皆様に買ってもらったので。あ、そうなんですか？めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。ちょっとこれオイルをつけすぎました。あ、オイルつけすぎました。色変わってます、はい、はい、今日それもいいじゃないですか、はい、動いてる動いてる。これカットですから。これどういう方は？こういう方ですか？横に、横型。あ、そうそう、横型で。横型です。横型です。ちょっとミーハー感あります、ちょっとイエーイみたいな。ちょっとまだ自然体が全部カットで。自然体です。自然体ですこのウェブは、これはもう、え、このグローブ自体完全にもう既製品、既製品でいただいた感じですか？今週だって。お、ケンタ1、はい、スロングちゃん、スロングちゃん、おー、すごい。なるほど、なるほど、いいですね。やっぱり恵まれて、はい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。というわけで、最後の方ですね。はい、お願いします。野村直樹です。野村さん、はい、お願いします。というわけで、グローブを紹介してもらってまして、はい、グローブをここにカメラの前に出しますから。はい。これはまさか、オーダーの水のプロじゃないですか、ね。そうです。ですよね、はい、ピッチャー用の。はい、これを、しっかり借りて、そこでお借りします。ここ見てください、水のプロのオーダー。行く、かっこよすぎませんか、これ。しかも王冠スタイルめちゃめちゃかっこいい。
これいつ頃いつ頃ピースしてますピースしてますピースしてます誰も見てませんこれいつ頃購入されましたか、ね、去年の秋ぐらい去年の秋ぐらいああなるほどでどういう型をあれですかイメージして縦閉じが縦閉じに縦閉じになってますねでこの小指は小指ですか一本ですか一本ですか今ピッチャーで、ね、小指に流行ってるんですよ小指の方がこう力が入るみたいなで上に投げますこれも縦、まあ、上投げですよね上投げですよじゃあやっぱりこうあの今年の方がやっぱ力が入るストレス投げなく投げれるああなるほどそうですねここちょっとこうほら癖がついてるじゃないですかこれなんか自分でこだわりがあってまあそうですから入りやすくみたいな。そうなんですね。ああ、なるほどなるほど。すごいですね。じゃあもう一個いいですね。はい、ではお次、はい、お願いします。立つと。はい。あ、いいですね。これは現代文字ですか。正解ですか。正解ですか。いや流行りですから。はい。ずっと流行ってますから。じゃあ現代文字ですか。現代選手がの嫁とかじゃなくてですか。じゃないです。じゃないですよね。いや僕も持ってるんですけど、はい、いいっすよね。まず広くて。広いボックス型でこう取る感じで何よりもちょっと大きいですか横が大きいっすかっす縦はまあ普通ですけど多いですよねなんでこうガッチリ取れるみたいなあそうです、はい、グローブですよね最初の方はマジで売り切れ続出で全然手に入らないやつですけど全然たまたまだったんですか僕も初めて源田モデルが発売された翌日にたまたま行って、はい、あピッチャー用やっていうなんか俺ピッチャーしかできないんでピッチャー用でなんかおしゃれなやつと思ったらあったから買ったらでピッチャーで使ったんですよそしたらこれいいっすよねピッチャー用ってそのカラー使えないよって言われてピッチャーはえってなってじゃこれ内野手用だよってえってなってそしたらあの僕の行きつけの店にずっとこれピッチャーじゃないんでちょっと店に置いておきますサンプルとしてですってスピーカーいただきますそうそうでもその時源田モデルが人気すぎていないときに源田モデルはどんなものかっつって店にめちゃめちゃ来たんです人がこれを見に、はい、なんでそれぐらい人気だったんでこれ多分まだまだ全然また多分新しいカラーが出てどんどんまた源田モデルのグローブ出てきますまた別の色もぜひとも持ってくださいすいませんどうですかこれこれやっぱ試合で使ってます使ってます使ってますさっきのボイラーズそれはボイラーすか9秒何秒メーラーではないですこれまあしょうがないですね人がやってるスポーツなんでそうですよね、はい、そうですよね本当に源田選手の方で野球できるのでいいっすよ、いいっすよすごいですじゃあ、ね、はい、ありがとうございましたありがとうございましたあ、オーケーです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 、ありがとうございましたはい、はい、というわけで今回はグランツさんの、皆さんのグローブを紹介してもらいました皆さんすごいね、個性的なグローブそして個性的な方々たちが、出てくれましたんで、この動画早めに出したいと思いますというわけで本日の動画は以上になりますチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いしますそれではありがとうございましたチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いしますそれではありがとうございました翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売購入リンクは動画概要欄にありますチェックよろしくチャンネル登録1万人突破皆さん本当にありがとうございます2万人3万人4万人と頑張っていきますのでこれからもよろしくお願いしますチャンネル登録は必須でお願いします君